取りするんですけれども、その後終わりますので、チケットを取っていただいて9時15分に今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ取ります。はい、チーズ。はい、チーズ。ただいまよりピエトロ食育イベント in のこの島開催いたします。自然の素晴らしさと野菜の美味しさを存分にお楽しみいただきたいと思います。今日は一日ね、たくさん野菜を取ってもりもり食べて一日楽しい時間を過ごしてほしいと思います。どれが大根の成長過程で、どれが唐辛子の成長過程か。分かった。分かる。分かる。全部正解です。おめでとうございます。頑張りますよ。中に乗れますかね。抜けないのかな。おでっか。何これ、でっか。ロメインレタス。同じ場所に固めとってください。まだ食べない。ドレッシングがあれば結構食べてくれるんで、はい。今日は保育園と小学校のお友達の家族と一緒に参加をしてます。都会で生活してると、こういう、ね、野菜を自分たちで取るっていうことがなかなか体験できないので、やっぱ貴重な体験だなと思って参加をさせていただきました。いい思い出になります。来年もぜひ参加させていただきたいと思います。この箱の中にいろいろ入ってるので、ここに銀のリングがあるので、そうです。よーい、スタート。あなたを野菜博士に認定いたします。ありがとうございました。あなたを同じく野菜博士に任命いたします。お疲れ様でした。あなたを野菜博士に任命いたします。はい、はい、ありがとうございます。
野菜とかが取れて楽しかったです。ピエトロの皆さんありがとうございました。ピエトロがいつも楽しくてありがとうございます。皆さんも元気になってください。子供たちがこう笑顔で野菜とかも美味しいとか収穫とかも楽しい、玉入れも楽しいって言っていただけたんで満足しました。すごい野菜、でっかい野菜とかも見たことないって子がたくさんいたので、そういうことを知ってもらえたし、ピエトロが大好きだってことを子どもたちに教えてもらって、逆にすごいいい経験だなと思いました。これ初めはですね、先代の村田社長が自分たちでこうやって仲間でやって、あ、こんなに気持ちのいい体験自分たちだけじゃもったいないよねということで、もっと一般の人も呼びしようかって言って始まったんですよね。こうやってみんな楽しくやるとね、苦手なものも食べられたりするかなと思いますし、やっぱ自分でね野菜取ってちょっとでもいいから加工してね調理してやることが大事なんじゃないかなと思って、あんまり難しく考えずに身近な食育ができたらなと思ってます。